舘次郎9月26日から1942年8月6日は日本の剣道家。1883年、東京府和部に生まれる。1893年より渡辺昇から剣術を学ぶ。1897年、皇太子殿下対覧試合に出場。1901年、第6回部徳祭大演武会に出場し、薙刀術の園部秀夫に勝利。園部は、堀田の師である渡辺をはじめとする剣術家を異種試合で破っており、堀田は園部に勝った唯一の剣術家と言われる。1905年、警視庁に報職。同剣術師範を務める。その後、一時退職。1922年、再び警視庁に報職し警務課及び特別警備隊の武道師範を務める。東京外国語学校、憲兵司令部、外務省警務課の剣道教師を歴任。1929年、五大礼記念展覧武道大会指定選手の部に出場し、準々決勝で高野重義に敗れる。1940年、紀元2600年奉祝展覧武道大会特選試合に出場し、大間裕治との試合を披露。ありがとうございます。